えー、今日朝起きてみますと、悲劇的なニュースが流れておりました。イスラム国に捕らわれた二人の日本人に悲劇が訪れたらしいという報道でありました。まだ事実ははっきりしませんが、ここでまあ直ちに私は論評を加えておきたいと思います。まあ、結論から言いますとですね、日本は日本国憲法の思想に戻り、戻るってことですね。世界に憲法の思想を お思想、並びにですね、えー、私たち日本人の信念を訴える大きなチャンスであります。このチャンスを逃したら、また私たちは平和から悲劇から遠ざかるように思います。つまり悲劇の連鎖ですね。小さな悲劇がだんだんと恨みが増えて大きくなる。そしてやがて大量の悲劇を生む。というこの循環を断ち切り、悲劇の根元を根絶することこそ、 今回の悲劇の犠牲者に対する私たちの責務であると思います。え口先だけで、えー、許せないとか何とか言ってもですね、それは何の力にもならないということは私たちの尊い犠牲が示しておるところであります。えー、憲法は全文でですね、我らは平和を維持し、先生と霊従、圧迫と偏京を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思うと述べてあります。まさに平和を維持するばかりでなくですね、先生があり、霊従があり、圧迫があり、偏見があると。まあ、これがですね、やはり、えー、争いのもとになっているわけです。これについて、えー、私たちは国際社会で大いにそれを発言し、声明を出し、そして名誉ある地位を占めたいと思います。本文ではですね、それに基づく具体的な方法として、 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動をたる戦争と武力によるいかつまたは武力の行使は国際紛争を解決するなんとしては永久にこれを放棄するとあります私はこの全文と本文を素直に読んでですねその通りの行動を日本がすることがですね今回の犠牲者を弔う最も大切なことだと思っています 下手に恨みを述べたりですね、敵を非難したりすることは何の多少、多しにもなりません。つまりですね、第一に戦争と武力による威嚇は永久に放棄するということでありまして、これによって国際社会に訴えて名誉ある地位を占めるということであります。若干の解説を加えますとですね、イラ,イラクとシリアの混乱はですね、1920年にフランスが武力でシリアを植民地にしたのに始まってですね、 それから継続して約100年間欧米の武力の下でイラクとシリアは霊獣と圧迫を強いられてきました特に近年のイラク戦争ではですねアメリカが国連決議にも反し嘘の開戦理由この時はまあ大量破壊兵器の存在っていうことを最初からないということを知っててアメリカは国際社会にそれを言ってですね戦争を始めました今ではアメリカの,、まあ、あの国防長官その当時国防長官 もうですね認めている嘘でありました。しかし残念ながら日本はですね、ちょっと日和みで自衛隊を派遣してしまいました。つまり、えー、武力の威嚇、武力の行使を永久に放棄して、それによって国際社会の名誉ある地位を得ようとしてた日本がですね、えー、嘘の海戦理由を構えたアメリカに加担したということが非常に残念であります。またさらに、 昨年にはアメリカ空軍がほぼ地球の裏側まで行きまして、つまり防衛ではないということですね。イスラム国を空爆し、6000人を殺害いたしました。もちろん、先のイラク戦争でも、昨年の爆撃でもですね、本当に多数のイラク、もしくはシリアの民間人が殺害されております。この事実から日本人は目を離してはいけないと思いますね。このような恨みの連鎖こそが戦争拡大、生命喪失につながるからこそ、 我々は武力による威嚇とですね、講師を放棄したわけであります。この精神は他国が武力を使っているとき、これはアメリカでもイスラムでもイギリスでも中国でもどこでもですよ。そのどの国は好きとかどの国は嫌いっていうのがあったら私たちの立場は崩れると思うんですね。他国が武力を使って、もちろん自分は使わないんですが、他国が武力を使っているときに双方に対して非協力的な態度を取るということなんですよ。双方に対して。 片方だけに好意的な態度を取ればですね、やっぱりそれは恨みが拡大するわけですね。戦争っついうのは常にお互いに言い分があるんですよ。常に言い分があるということを我々はもう身に染みて分かってるわけですね。それはもう第二次世界大戦、まあその他の戦争でもう本当に分かってるわけですね。だからこそ私たち日本人だけが、これ日本人だけっついうのは実は最後の一撃で私がずっと書いていた 実は結論なんですけども、それを世界に向かって高らかに宣言するのに、今は絶好のチャンスが来た。それをやればですね、えー、万が一この犠牲者が出たとしても、その人たちの死を無駄にすることはないと思います。欧米の思想はですね、自らが正義を決めて、この正義に反するものは武力で成敗するということであります。日本は従来はそうじゃなかったんですね。自らの正義ではなくて、相手の正義も考えるっていう思想だったんですが、 和をもって尊しをなすと。ま、あこれですけどね。えまさに、しかし日本も欧米の思想に感化されて、その思想によって私たちの父母は戦地や国土で命を落としました。つまり戦争当時、日本軍部ではありません。日本人全体がですね、自ら正しいと思えば武力に訴えても良いと判断したことが私たちの悔やみなんですね。しかしそれは現在でも続いておりまして、 時として日本の多くの人はですね、イスラムは悪いから武力で罰してもいい。だからアメリカに協力するというふうに言う人がいますが、これは憲法の思想に反すると私は思っていますし、また私たちの祖先がですね、尊い命を戦争で落としたことに対する私たち子孫のですね、態度ではないと思います。 こういった考えですね。つまり自分が正しいから相手が間違っている。だから相手に武力を振るっていいという考えではですね、永久に平和は来ないし、今回のような犠牲をなくすこともできないと思います。えー、こんなこと許せないという言葉の中には私は何かですね、えー、矛盾したものを感じます。こんなことは許せないと言いながら、軍隊を紛争地に送ればですね、 こんなこと許せないということは相手にも言えること、相手もまた言うことができる立場にあるんではないかと私は思いますね。この恨みの連鎖を断ち切ることこそがですね、日本国憲法の精神であり、私たちが日本国憲法に誇りを持つならですね、今こそ憲法に立ち返って世界にその考えを発信することだと考えます。私は今日の朝、非常にショッキングなニュースに接しまして、 えー、この一文を書きました。えー、これで終わ、えー、ります。少し力が入っていたかもしれません。